こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこれですね、 UV プラス LED ネイルドライヤーですね。ネイルドライヤー、しげもんネイル始めるのかって言われたら別にそうではなくて、前回か前々回くらいに動画にしたと思いますけど、光造形ね、光造形機でレジンを出力して硬化させるために太陽光に当てたり、こういう風な UV ライトを使うんですけど、持ってなかったので Amazon で安いやつを購入しました。多分2000円もしなかったと思います。まあ、あんまりね、知識がないんでどういうものを選んでいいかわからなかったんですけど、とりあえず安いやつを買ってみた。でパッケージはね、なんかすごい簡易的、ちょっと影で暗くなってますけど、でタイマー機能がついてて、給電は USB だそうですね。でなんかこうバーっと書いてると。出してみよう。ででーん、説明書、薄い説明書が1枚、あとケーブルが入ってる、ね、よいしょ。あ、こんな感じなんや。ヘルメットみたいな。でメーカーはよくわからん、国内のものではない。ロー見た目はこんな感じ、本当にまん丸で、裏はこうです。でここに UV LED ライトが入ってる。で本当にこのライトが UV ライトなのって言われたらわからないです。多分この光にも基準的なものがあると思うんですけどね。こんな感じで、ここにはボタンが3つついてるんですけど、このボタン何かというと、120S、90S、60S って書いてるんで、多分タイマーですね。これ押したら60秒、これ押したら90秒か。最大でも120秒しかつかへんのか。でここに穴があるんで、付属の USB ケーブル、これを挿してブスッと。こっちはあれやね、アダプターついてないんで、普通に USB のアダプターに挿して充電、充電じゃないな、給電か、給電する。ちょっと一回やってみよう。あと特別電源というものはないです。多分ここのボタンで操作するんでしょうね。じゃあ挿してみる。はい、ケーブル挿しました。じゃあこれでここのボタンを押してみます。いきます。ポチ、お、光ったね。うわ、すごっ。あ、てかあれか、カメラではこの色伝わらんのか。肉眼ではめちゃくちゃ紫。なるほど、カメラには映らへんねんな。結構ね、光が漏れてるよ。これ見て大丈夫なんかな。これを長時間見てるとやばそうですよね。で本来はこのネイルをして、ここでこういう風にレジンを乾かすんですよね。あ、ほんでサイズ出しとこうか。縦が192、横が145で、高さは85で、Amazon の中には結構類似の商品あるんですけど、なんで僕がこれを選んだのかというと、このサイズね、ここのサイズが大きそうやから。まあ、さっきも言った通り、光造形で出力したものの効果に使いたいんで、割と大きいサイズのものが欲しかった、うん、で今なんか手入れたら勝手につきますね。だから中に手を入れた状態やと多分つくんやろうね。でもこの光を感じてる時はあったかいね。でここのボタンで操作する、タイマーですね。じゃあちょっと光造形で出したものをこの中に入れてみよう。はい、じゃあ使ってみよう。うん、ここに光造形で出したオブジェクトを入れてみる。あ、ちっちゃいものやったらセンサー反応せえへんね。まあ、とりあえずいっぱい入れとこう。はい、入れましたね。今これ光ってるんですけど、中のセンサーに反応してる時はずっと光がついてるらしい。あとはタイマーボタンもあるんで、これで何秒経ったら切れる的なことをすればいいのか。まあ、でもこれあんまり見ない方がいいんですよね、知らんけど。まあ、こんな感じでレジンを硬化させるっていうことですね。はい、というわけで今回は光造形で出力したレジンを硬化させるために UV ライトを買うてみたよという話でした。まあ、多分これで十分使えると思う。あとはやっぱりこの光ほんのりあったかいね。だから多分効果はあるんでしょう。まあ、一応ね、Amazon のリンク下に貼っとくんで、気になった方は見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、さいなら。